これを具にするか、癖になるおにぎり、鳥取県、何作りましょう。鳥取県は大山おこわじゃないですか。大山おこわでおにぎりを作るってことですか。そうなんですよ。ちなみに大山おこわとはどんなものなんでしょうか。大山おこわは大山の方で食べられているおこわです。わー、ざっくり、はい。大山おこわというのはですね、100年フードにも認定されました、もう鳥取県を代表するね、昔から愛される、まあ、グルメの一つですね。昔、僧兵があの戦に行くときに持ってったって言われてますか。その子は多分おにぎりにしてた持ってってたんじゃないですかね。そうか、僕らはなんかイベントとかで、はい、あの食べてるからもうパックに入ってるイメージだけど、もともとはおにぎりだったんですもんね。もともとはきっとそうですよ。戦場に行くときに持ってくのが大山おこわですから。じゃあ作っていきましょう。材料はご覧の通りです。今回は3人前を作ります。まずはごぼうの先駆けからです。ささがきね。ささがきです。ささがき標準語はそういうのかい。こんなもんで OK、 いいでしょう。 OK、 人参を切っていきます。と適度に大きさを残しつつぐらいがいいって聞きましたよ昔。あごの焼き、しいたけも同じように切っていきます。鶏肉を食べやすい大きさに切っていきます。切った鶏肉は油を引かずに焼き、だし汁と調味料を入れて煮ていきます。グツグツしてきたら先ほど切った食材を入れます。もうリーダーかな。結構グツグツなってきたのね。いいんじゃない、ね、なんか良さげだよね。じゃあこれをと煮汁を分けます。煮汁分ける、はい、ほい。そうだね。よし、これで OK と、はい、煮汁とこれね、煮汁と分けましたと、はい。一晩水につけたもち米を蒸していきます。ちっちゃくねえかこれいけるか。あんたが買ってきたやつですから。30センチかける30センチって書いてあったらいけるかと思ったけど、全然いけそうな匂いじゃないぞこれ。あ、でもいけるか。ほら2枚だったけど、もう一個出す。蓋はそっちする。どうする、大丈夫かな。もう行ってみたらいけるか。いきます。あ、ちょこれでいいの？これでいい？いいんじゃない？ OK、はい、10分蒸します。はい、さあ、10分経ったんで見てみましょうか、岡田さん、はい、開けるよ。どうぞ。おっ、これ、指輪ほい。はい、あ、いいんじゃない？いいんじゃない？よそ取りな。それを、うん、はい、鍋に出します。これを鍋に出す、はい、行くよ、行くよ。それでもあっちいいぞ。ちゃっ、行くよ。端っこよし。ちゃっ。これにあの出汁を混ぜます。あっち。ちゃ、これおしまい。で、かき混ぜます。これポイントだね。一回蒸して、で、それからこうやって味付けてまた蒸すんだもんね。二度蒸し。もう完全に蒸し上がる前の状態ですからね。うん、混ざったらそこに具材を入れます。そこに具材を入れる。はい。でも投入します。ちょうどね、もう切ったこの地域のね、本当は栗がいるんですよね。この地域ちょっとないからね。基本的な大山おこわは、ね、地元の具材で作るって言ってて、地域のね、地元の愛されてる具材ですからね。そうだな。ほい、これで、はい、そしたら、蒸し器に戻します。そこでしょ。そうですね。でこれを蒸すと、蒸し器に戻してください。
ここから30分もう一回蒸す。いいね。こちら完成と。あと握ればいい。30分経ちました、はい、開けます。ほうどうだ。おお、いい感じじゃない。いい感じかこれ。いい感じ。あ、美味しそうだな。オッケーオッケーオッケー、いけるでしょこれ。オッケー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 。じゃあ行きましょう。仕立てですかね。どう戦おうかこれ。あっつ。いや、もう布巾を取ってお皿にじゃないですか。じゃあ布巾がもう出んのね。布巾があっち。あっちあっちあっち。これどうしようか。行くか。これこぼれた、ごめん。あっち。あれねねねねね、オッケー、オッケー、いけたー。これちょっとおにぎり握る前に冷まさんといけんな。そうですね。ちょっと待とう。さあ、それでは岡田さん、はい、できましたね。おにぎりにしましょう。はい、握っていきましょう。だそうなんで、どうする。僕からやるんですか。うん、なんか汗だくですけど大丈夫ですか。この中熱いのよ。ちょっと蒸したから。うん、蒸したから。蒸した熱でやれます。蒸した熱でサウナになってるから、この中がなんで。もちろん汗かいてないの。そんな熱いかな。熱い熱い熱っ。なんで熱っ熱っ。握れる温度じゃないわ、まだ。ちょっと30分やっぱ待った方がいいじゃん。いけるとか言ってたけど、いけないじゃん。ちょっと待とう。つけましょう。で、僕から自分に呼んで、はい、これぐらい冷えてるといいですね。30分ぐらい待ちましたからね、はい。握れる握れる。おにぎり冷えても美味しいところが良さだもんね。うん、ほんのりね。 OK？ はい。これなんもねえなと思ったけど、チャモリも穴が開いてるやつだもんな。そうですね。使いづらい、使いづらい。ちょっと手に水つけてとるかもしれないな。あ、おにぎりといったらそうだな、ね。あ、だいぶそうだな。だいぶそうだぞこれ。はい、どうでしょう。はい、握れました。うん、おにぎり、こんにくまでもこれ。うまいね。あ、うまいね。あ、うまいね。どうぞ、これ感想言う。一応おにぎりついたんで。そうだね、ちょっとこれ食べ終わってから。うん、はい、はい、いただきます。どんな味ですかね。食べちゃったんですけどね。おにぎりにしたらこういうことですか。こういう感じですよ。うん、うん、うん、もち米、このもちもちした感じがいいですね。あ、うまい。あ、うん、大豆おこわだね、うん、おにぎりうんぬん関係ないやん。大豆おこわの美味しさ、もっちりしたこのもち米のね、食感といい、ごぼうもいいアクセントだった。ごぼうと椎茸からすげえいい出汁出てるね、うんうん、だ具とか素材の味なんだけど、それがしっかり生きて大豆の美味しい味になってますね、うん、これを握って持ってたんですよ、きっと僧兵たちはね。僧兵たちはだから、その時代から作られていて、もう今ではね、もうソウルフードになってるこの大豆おこわ、うん、ぜひ鳥取来た際には食べてみてください。そしてレシピもね、ご覧のように出してありますのでね。僕らでも簡単にできましたもんね。僕らの方ができてるかどうかちょっと分かりませんけど、もっと多分美味しくできると思いますけど、ぜひ皆さんも試してみてください。